ワールドラリーカーとは、市販車両をベースとして大幅な改造を行った FIA 世界ラリー選手権用の競技専用車両である。通称は WR カー。フォードフィエスタ WRC1997 年にグループ A の特例として登場。国際自動車連盟の規定するラリー車両クラスの最上位である RC1 に分類され、WRC の競技クラス最上位で使用される車両である。グループ A が市販車に近くなった結果、ホモロゲーション取得にあたっての各メーカーの負担が大きくなり、三菱、スバル、トヨタ、フォード以外のメーカーの衰退を招いた反省から、年間2500台以上生産されている市販車を大幅に改造することを認めている。規則上はグループ E のカテゴリー I であり、WRC キット変形と称される。市販車がベースだが、全くの別物で、高出力のターボエンジンにシーケンシャルトランスミッションを組み合わせる。ベース車が FF の場合は 4WD に変更されるほか、ボディにオーバーフェンダー取り付けや大型の空力パーツが取り付けられ、サスペンションなども変更されている。ベース車両は従来は C セグメント車が採用されていたが、2011年の規約改定をもって B セグメントハッチバックへ移行した。2022年からはハイブリッドカー規定が導入されるとともに市販車の骨格を用いないパイプフレームのマシンも許可されることが決定している。1987年に WRC のメイン規定として昇格したグループ A 規定下では改造範囲は限定されており、エンジン、補機、空力パーツなどの変更が認められていないほか、改造元のベース車種は、連続する12ヶ月間に5000台以上の生産義務が条件となっていた。その結果 4WD の需要が高い市場を母国に持つ日本のメーカーが有利となり、欧州メーカーとの格差が拡大。世界不況も重なったため、最盛期には10社以上を数えたメーカーも5年で4社にまで減少した。そこで市販車を大規模に改造する新規定、WR カーが誕生した。WR カー規定では、年間に25000台以上が生産されたモデルの派生車種であれば、駆動方式の変更やターボ装着の有無などを自由とし、直接的なベース車が2500台以上生産されていれば良いという条件に緩和された。2006年、アクティブサスペンションが禁止されたほか、フロントとリアのディファレンシャルギアが機械式となるなど電子制御の介入が規制された。2008年時点ではエンジンの搭載位置と搭載角度は自由。年間で使用できるエンジンの数は最大5機、最大排気量は 2.0L、車両の最低重量は 1230kg、車幅は 1800mm まで FF 車の 4WD 化、空力パーツの付与が認められていた。なお導入前は、フランス車メーカーのロビー活動により 2WD のみの予定であったが、既存メーカーの猛反発により 4WD への換装が可能となった経緯がある。WR カー規定により、これまでグループ A の生産台数規定の関係で参戦しなかったヨーロッパの自動車メーカーが相次いで WRC に参戦し、一時は7つのワークスチームが参戦したほか、競技用 4WD のノウハウを持たないメーカーが多くの独立系コンストラクターを頼ったため、ラリー界が活性化した。しかしその後の不況による自動車メーカー自体の経営悪化やマシンの開発、価格の高騰、イベント数の増加などの様々な要因もあり、2009年にはシトロエン、フォードのわずか2社となった。WR カーのコスト高騰により、新規ワークスの参入が事実上不可能な現状を打開するため、すでに世界ツーリングカー選手権で導入されていたスーパー2000キティの導入案が浮上する。2008年 FIA はスーパー2000をベースとして WR カーに仕様変更可能なスーパー2000プラスを提案。スーパー2000車両を持たないスバルや三菱には不利となるが、最終的に WTCC や他のカテゴリーと共通の規定のもとに製作される 1.6L 直噴ターボエンジンをスーパー2000車両に搭載したスーパー 2000WRC とすることが決定された。新規定ではトランスミッションが電子制御6速セミATを機械式6速、シーケンシャル、ディファレンシャルギアは先端フロントリアがすべて機械式となった。その他には純粋なスーパー2000車両との差別化のため、最低重量は 1200kg、全長は 4000mm×3900mm、車幅は 1800mm×1820mm、エアリストリクター小道は 34mm×33mm とされた。なお2014年のみ、パドルシフトが禁止された。この新規定により、ミニ、ヒュンダイ、フォルクスワーゲンが参戦するが、2017年規定までに、ミニは組織の紛糾、フォルクスワーゲンはディーゼル排ガス不正問題が原因で撤退している。WRC の人気低下に対する危機感から、WR カーをより魅力的なものにするため、スーパー 2000WRC のコスト削減路線から方向を転換し、大幅な規制緩和を行った。変更は、以下の通り。この新型 WR カーは高性能すぎて、ジェントルマンドライバーには危険であるとして、プライベーターの新型 WR カーの運用は禁止されていたが、2018年には解禁された。マニュファクチャラーとしては、トヨタや M スポーツフォードとして、フォードが復帰している。しかしシトロエンは2019年をもって撤退し、フォードも有力ドライバーの引き抜きが相次いだため、事実上、トヨタ vs、ヒュンダイのアジアンブランドの2強という、かつてのグループ A のと同じ様相を呈している。FIA は、自動車メーカー参戦を促すため、昨今の環境意識の高まりに合わせて、ハイブリッドシステムとバイオ燃料を採用し、加えて、B セグメントハッチバックを持たないメーカーでも、パイプフレームボディによるスケーリングで参戦を可能とする。ラリー1規定を2022年から導入する。ありがとうございます。